はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。4時まもなく半になろうとしてますね。4時23分ぐらいですか。今日もライブをやってまして1時間40分ぐらいやってましたね。今日はなんとですね、あれです。スーパーチャットはですね、昨日よりもですね、たくさんいただきました。ありがとうございます。ドカンと最初にですね、あれです、耳鼻科の先生からまあなんていうか、何回か、1回かな、2回かな、ここに来ていただいてですね、ご相談を賜った先生なんですけど、ご相談を受けたまわった先生なんですけどですね、もう何年前でしょう、4、5年、5、6年前かな。昨日もね、最初にドカンとですね、何でしょうね、その、まあ、ライセンサーの先生ですね、今お世話になってる。うわ、すごいわ、これ、と思って。もっとやるかな、っていう感じですね。まあでもあんまりね、そっちばっかりしちゃってもあれですから。さて、本題はですね、1月8日、昨日の20時25分に出た記事。時事.com、イランでも参加者2人処刑、国際社会の非難相次ぐと。これちょっとね、ちょっと張りませんのでね。まあまあ、そんな大した記事じゃないです。読みます。パリ AFG 時事、AFP 時事。イランで7日、反体制デモで治安要員を殺害したとして死刑判決を受けた2人の刑が執行された。現地の司法系サイトが今朝、犯行の主犯らは絞首刑に処されたと報じた。昨年9月半ば以降に活発化したデモに絡み、処刑されたのはこれで4人となり、国際社会から非難の声が相次いだ。国連人権高等弁務官事務所は強制された自白に基づく不公平な裁判による処刑だと糾弾。米政府は最も強い表現で非難すると表明した。欧州連合 EU も市民の抗議行動に対する死刑にゾッとすると批判した。これだけの記事なんですけども。去年あたりからですかね、そのイランでですね、まあ、反政府運動というものがですね、活発化されてですね、活発化してきましてですね、去年、確か韓国でですね、なんたらクライミング の大会に出たイランの女性がですね、頭にスカーフつけてなかったということで、帰国したら大歓迎を受けたんですけども、その後、行方知れずというふうになって、あれどうなったんでしょうね。綺麗な女性でしたけど、34歳かな、なんか。で、本人はつけ忘れたと、意図的につけなかったんではないというふうに言われますね。去年イランではですね、そのスカーフをつけていないということでですね、道徳警察に逮捕された22歳かなんかの女性が収容中に亡くなるという事件が起きてですね、それに対する抗議運動が全国で渦巻いたという情勢があります。その抗議運動をしていた人の中の2人がですね、こうあれですね、死刑を執行されたと、極刑を執行されたということがこの記事でして、イランというのはですね、こう政教一致の国なんですね。1979年にそれまでいたパーレビという国王がですね、アメリカに亡命したかな、で倒されてですね、でホメイニ氏という人がですね、パリから亡命先のパリから戻ってきて、まあ、国の元首みたいな、元首どうでしょうね、指導者になったわけですね。で、イスラム教に基づいて国を統治すると。で、何よりもイスラム法が最優先ということなんですね。で、イスラム教の考えではですね、女性は人前に出てはいけないっていうのがありまして、まあ厳しく執行しているところもありますね。アフガニスタンって一番厳しいわけです。人前に出られないわけね、女性が。で、間違って出るときには男性が付き添わなあかんという決まりがございます。で、女性の場合はだから本来顔を隠さなあかんわけですね。でもそれを顔を隠してたら変なんで、じゃあスカーフで代用と、スカーフでそれにしてることにするというんですけども、それをつけずに街を歩いていた22歳の女性が、僕は道徳警察ってあるんですよ、
その刑法的な、日本でいうとこの刑法的な犯罪を刑事犯をするんではなくて、そのイスラム教の道徳に合っていないのを取り締まるという という道徳警察があって、それに逮捕されて収容されたら亡くなったということで、もう抗議活動が全国に渦巻きました。でこれね、前からね、そのイランってその穏健派がトップに立ったり、ちょっと厳しい人がトップになったりしてるんですけど、今ちょっと厳しくなってるんですね。でやっぱりものすごい窮屈なんですよ。何から何まで全部イスラムやって言われたらかなり厳しいわけですね。なんでそれに対する抗議が結構ですね渦巻いて、割とこう多分今公平な選挙をしたらですね、今の指導者たちはですね政権を取れないでしょうね。そういう状態にあって、で欧米はですねそれに対して非難をしてるわけですね、非難ゴーゴーとしてる。つまりですね、その悪いことをしたわけではないのにですね、イスラム教のですね政府に逆らった言動をしたとか運動したとかというだけで極刑に処されるわけでして、そんなあかんやんと、人権問題やんというようになりますね、我々の観点からすると。で、これですね、やっぱり国民の支持を失った政権っていうのはですね、そんなに長持ちしないと思うんですよ。しかもイランというのはですね、どう言いますかね、その過去に選挙制度があった時ありますからね、形の上だけでも、パーレビ時代にはですね、それを経ている人たちでして、で過去栄光の歴史があるんですね、ペルシャとして。 で誇り高い人々なんですよ。なんで、まあ、国の宗教といいますか、イスラム教のシーア派が強い国なんで、まあ、それにまあ 今は従ってるんでしょうけども、それを窮屈に思っている人たちもいっぱいいるわけなんですね。だからそのうち政権倒されるんちゃうかなという気はしますね。マーベリックという映画がありましたね、スカイ、トップガンのマーベリックという映画があって、あれでですね、トップガンのトム・クルーズがですね率いて爆撃をしますけども、で相手国の飛行場からですね F-14 を乗っ取って帰ってきますけども、あれはイランなんです。 F-14 という飛行機もうだいぶ前ですよ。もう50年ぐらい前の飛行機ですけども、あんなまだ飛んでんのって話ですよね。それを供与したのはですねイランだけなんですよ、アメリカ以外に。確か日本は F-14 使ってなかったと思うんですね。なんでアメリカの敵なんですイランってね1979年の革命の直後にですね、アメリカ大使館をイランの学生たちが占拠したんですね。約1年後に解放されたんですけども、その時のしこりが今でも残ってるんですね。でアメリカとイランは国交がないわけです。でイランは最近サウジとも喧嘩してですね、10年ぐらい前に国交を閉ざしました。世界から孤立してるんですけども、孤立してる北朝鮮やロシアやと仲が良かったりしますね、中国ともまあまあの仲ですね。なんで私はそのね、イスラムあんまりイスラム法のもとだけで政治なんかすると決して人は幸せになれないと思うんですよ。だから今の政府を倒すべきだと思いますね。でまあどう言いますかね、民主主義、イランの人たちって僕民主主義でもそれなりに機能できるんちゃうかなと思うんですよ。非常にレベルの高い人たちだと私は思います。レベルが高い人たちだって前の腐敗したパーレビ政権が嫌になって、まあ、追い出したわけですね。で今回もイスラムのこう窮屈なですね政権をもうかなり飽きてるんですね。でその宗教警察とかですね、そういう人たちがまあかなり横暴してるというふうに私は認識してるんですけども、もうそういうのにかなりこう浮いてるとか浮いてるというか、もう嫌やと思ってる人がいっぱいいるわけであって、そういう人たちがですねこう運動を起こして、最終的にはですね、今の生態を変えるべきではないかなと思いますね。で
まあ、アメリカは今ね、何もしていなさそうなんですよ。そういうのは、後ろからね、糸を引くのは得意なんですけど、アメリカは。でも、今は何もしなさそうなんですけども。でも、なんかちょっとぐらいはしてあげた方がいいんちゃうんかなという気はしますね。その方が、アメリカにとって敵が一つ減ると、厄介な敵が一つ減るということですかね。あのイスラム政権が倒れば。で、イランの人たちもそれで少し楽になると。で、他の国ともですね、正常な関係になれるわけでして、いわゆるこう核作ったりね、あんな変なことですね、ロシアにドローン売るとかね、そんな変なことをせんでもですね、普通の国として他の国と付き合えるようになるんちゃうかなと思いますけどね。で、特にありません。皆さんニュースをご覧ください。はい、どうもありがとうございました。